はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。はい、今回は2位のトップロードナイタとやりますね。やっぱり強敵です。簡単に勝てないと思っておいた方がいいですね。さあ、いよいよプレイです。さて、ここは勝ちに行くのか、それとも確実に取りに行くのか、温存させるのかっていうのは悩むとこではあります。でも行ってみましょうかっていうとこですね。このほぼベストメンバーで行ってみますか。宮口を出して右サイド。そして戦術がこの選手をマーク。渡す選手も気をつけないといけないですね。ディフェンスがなかなか強力な選手です。強力なチームですね。やっぱり相手がホームだということもあり、トトはこちらが評価低くなっております。まあ、ほぼベストメンバーを揃えましたが、これで叶わないんだったら、メンバー落としてもいいですね。まあ、この力でどこまでやれるか。ナナコは、欠場でいないんですが、おっと、抜けられた？おー、パンチングで何度か回避。キーパーがいいので助かってるっていうのはありますよね。おっと、ここはファールだ。はい、さあ、おっと、時間差攻撃だ。先取点です。これはなんか、勝負に行った方がいい感じですね。さあ、くるみが先取点です。ミオが取りに行きます。お、ノーホイッスル。ミオ、早かったですね。おっと、抜けた。ミオ、緑、さすが。緑から、くるみだ。2点目。ここまではうまく機能しております。で、やったところを緑が。そして待ってたくるみがシュート。お、早くも緑が取った。ノーフィスル。そしてまた緑へ。おっと、緑直接シュート。シュート打っていった方がいいんですよね。
結構こぼれ球を拾ったとこがシュートだったりする可能性があるんで、ミオ浅い取りました。見事です。緑、今度は緑が直接はならない。緑が動きますね。とにかくおっと抜かれました緑。しかし追っかけます。おっと反則だ。おっと窓かにイエローがついてしまったぞ。あーっとあっさり決められてしまいました。ルティエンス時短だ踏んでおります。さあ早くも33分で3点、試合が揺れ動いております。妙川上皇冷静です。そして左パス回しがうまいですね。あっとん誰だ、くるみだと、惜しい、オフサイドだ。さあゴールキックです。ここが気をつけないといけません。もうバックパス上皇千歳パス回しが本当うまくなってますよね。あれどうしたんだろう。緑が動き回ります。前半ここで前半終了です。さあ選手交代。緑がまだ減ってないんですよね。千歳福山に変えましょう。美穂は端に寄らせて、もう変えた方がいいんかな。変えてみましょう。これで後半スタートです。まどか、おっとファール、ま、そしてくるみは蹴ります。ちょっとこれは高かった。ルティエンスとまどか取り、ナイス取りましたと深澤からワンツ ー、ワンツー。さあ誰かが待ってるかなと取りましたね。ゴールキックですか。誰かも疲れてきている。中段を変えるのか後ろを変えるのか結構悩みどころではありますが、おっと枠に抜けられた。危ない危ない危ない。なんとかピンチ救ったが、ちょっと攻められ始めてます。ここは緑からミオ、ミオ抜けた。ここでミオや緑、マドカがちょっと疲れが見え始めてますね。変える、羽生、マドカは、羽生田変えましょう。で、このままで。中段アサイ、抜かれるシーンが、おっとやばい、あー同点に追いつかれた。
どうも選手の運動量が落ちてる感じがありますね。さあこちら交代枠使い切りました。おっと、そこに緑が待ってたが決められきれない。最初良かったんですけどね。おっとパンチングと、おっと一気に前へ出たがくるみがす、しかし自分で拾う。メガ口緑がシューッと外れした。残念。ここでまた緑が本当八面六臂活躍ですね。しかしこれはちょっと無理があったか。でも本当にいい戦いができてるっていうのがすごいですね。瀬戸抜け出した。和久井がさあ味方がおっとピンチを救いました。同点のまま試合終了です。微妙に選手やっていますよね。ここまで本当に良かった。すごい勢いです。このルティエンス鮮やかでしたね。これは高かった。くるみはそしてここで相手をパス回しが決まっていくんですね。知って待ってた瀬戸に涌井が上げて瀬戸が合わせてでチャンスも作るんですがここ決めきれない。これはパンチングで防ぎました。逆にこちらのチャンスだったがこれいったと思ったんですが決まらなかった。ここは危なかった。ここをなんとか乗り切って同点で試合終了です。クラーカリバーズがどっちかといえば押してたんですけどね。数少ないチャンスを捉えたっていう感じはあります。さあ次の試合ないんで特訓などにあげることはできますね。おっと作用がじゃし2200万というのが気になりますね。他に女子選手いないかな。安い選手の方がいいですもんね。ちなみに皆未低迷しています。本人も移籍を希望しているようです。オファー出してみましょう。はい、どう N1 とやるみたいなので
N1 と練習試合をやってみたいと思います。はい、というわけで、カルチョビット R の動画をお送りいたしました。はい、ゲーム動画でいこうではチャンネル登録、者数増やしたいと思います。動画タイトル右側にですね、チャンネル登録者数を表したボタンがあります。そのボタンを押していただくとチャンネル登録できますので、よろしければ登録してください。はい、また説明欄に、ブログやツイッターのアドレスを URL を記載しておりますので、その URL をクリックして、よろしければブログやツイッターにアクセスしてください。最後の20秒で関連動画、関連プレイリスト、動画プレイリスト流します。もしお時間ありましたらそちらの方もアクセスお願いいたします。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。